はい、どうもどうも、ご苦労様です。じゃあ、始めさせていただきますね。題目参照いたします。南無蓮華経、南無蓮華経、南無蓮華経。そしたらば、始めさせていただきますですよ。今日のところはですね、前回の、釈尊が、その仏様としてこれほど尊くて素晴らしいんだ、大変な徳なんだと、まだそこのね、この命に、我々の命にそういうお釈迦様の命、境涯が備わってるっていうことが、まだまだこう繰り返し繰り返しそこのところを、説明されてるところなんですね。では、そのまま続きを活かしていただきます。149、テキストでは149、芸家のこの肝腎の本尊章のこのページで言っても149ですから。で、次の、また十方世界の国主一切の菩薩二乗任天堂の主君なりというのは、精神界の絶対権威を仰せであります。要はここも釈尊のその凄さ、もう、はっきり言えばもう凄さを、仏という存在の凄さをこう伝えてる、おとぎになってる中での、それの、この釈尊が、十方世界、つまりこの宇宙全土の中の国主であり、それから一切の菩薩、それから二乗、任天等の主君なんですよ、と、仏っていうのがね。で、これはどう意味かっていうと、精神界の絶対権威を仰せであります。ですから、国主といっても国王という意味ではなく、娑婆世界とか、あるいはまた宇宙崩壊の中の様々な国土の精神界における一切の因縁因果の理法を悟るゆえに、その世界に自由自在の力有を持ち、その全体を領有する徳の上から国主という意義が存するのであります。つまり、一般社会の政治的な、国王とか、そういうことを言ってるんじゃありませんよと。もっと深いところの精神の奥の奥の方のその意味においての国主、一番の棟梁、統治されてる方なんですよと。仏という存在はねと。で、故に、この娑婆世界の国主は、精神界のより高く広い次元より言えば、煩悩帝釈ではなく、釈尊であると。要は、この大梵天皇とか帝釈天皇こそが、いわゆるこの娑婆世界の王様ではないだ、王様、統治してる方ではないかと、一応そういうふうに説いてあるし、みんなもそう思ってるだろうけども、それではなく、もっと本当の深いところの精神性で言ったら、釈尊、お釈迦様なんですよと。つまり、仏なんですよと。そして、教主ですから、一切の菩薩、それから二乗、任天、任戒、天戒ですね、等の教えの上の主君という意味があるのですと。これもその通りで。そして五章ですね。みゆきの時は、梵天左にはべり、帝釈右にはべり、梵天左にありか、帝釈右にはべり、四柱八部尻栄に従い、金剛を先に導き、八万法蔵を演説して、一切衆生を徳達せしむと。と、このように立派な徳のあるお方であると。この梵天、すなわち大梵天皇というのは、元はインドの思想における色界を領有するとこの諸前天の神様ですと。とにかくね、大梵天皇というのは、大梵天皇というのはすごく、親しい、我々も言葉も親しいし、存在としても非常にこの諸天全人の棟梁みたいな感じで親しいので、ちょっと詳しく調べて、学んでみましょう。梵天とは、サンスクリット語のブラフマーっていうね、これがブラフマー、ボンってこうなるわけですよ。梵天の訳。で、一番目の意味は、
古代インドの世界観において世界を創造し宇宙を支配するとされる中心的な神と、諸樹の梵天がいるがその中の王たちを大梵天王という、まあ、まあ、これちょっと僕も初めて知ったんだけど、梵天っていうのはいっぱいいろいろ種類があるってことなんですね。その中でも一番の大統領ですよ。大統領の梵天が大梵天王というんだと。そしてそれが後々その仏教が発生して、元ね、古代ですから、バラモン教とか、ああいう世界観の中に説いてあったものが、この仏教が誕生して、お釈迦様が出現して、その位置づけというものを、この仏教的にこう取り入れていったわけですね。で、そこで、帝釈天ともに仏法の守護神とされたと。で、二番目は、意味は、大梵天王がいる場所で、四層からなる色界の最下層である諸前天のことと。この宇宙崩壊、この世界をなんてこの見てるかっていうと、欲界、それから色界、そして無色界っていうふうに仏教では見てるわけですね。お釈迦様は見ていたと。で、まあ、普通のこの世界観、我々が勉強している科学的な世界観ではなくて、このもっと精神的な世界観と思っていいんですけど、まずは一番のその下の世界っていうかな、下劣な世界は欲界。まさに、まあ、我々が住んでるとこですよ。煩悩、本能、欲望、そういうものが渦巻いていて、でそういうとこで、しっちゃかめっちゃかやってるところが、これが欲界と言いますね。で、その、よく言うその欲界の一番の頭領が第六天の魔王ということですよ。だから我々はこの信心をしないで正しいその境外を目指さない人たちは全部第六天の魔王のみんなその、古文、家来、配下、餌、家畜、今でいう社畜どもになっちゃってるってことなんですね。そして我々はその第六天の魔王を突き抜けてこの仏界というところに行くわけですけど、この欲界、その次が色界、今度は欲望というものが全くない、物質だけの世界を、これ純粋無垢な物質だけの世界を色界というんだそうですよ。そしてさらにその奥にこの物質の縛りすら離れた無色界っていう世界がありますよと。これを三界というんですね。で、この大梵天王がいるのは、その色界、だからもう欲界のところを突き抜けた色界というところの、まあ、一番の最下層、一番の、底辺のところ、色界ですよ。色界の一番底辺のところ。欲界で言ったら欲界を超えたもっと上の人ですからね。で、そのところにいらっしゃる、諸前天というんですって。で、欲界の頂上である竹地財天。これが、ほら、第六天の魔王ですね。その欲界の一番の頂上にいるところの第六天の魔王のもっと上にいるのが梵天ですよ。だから、その、絶対にこの信心していけば、魔に負けるわけがないっていうのは、この大梵天王を大聖人様が、南妙法蓮華経如来様が命令を下して動かしていただくわけですから、どんな間が競ってきても絶対に負けるわけないっていうのはこういうとこからも言えるわけですね。立場が力がもう全然竹地財天第六天の魔王よりも大梵天の方が強いんですから、まあそういうことも言えると。そして法華経如来人力本第21には釈尊はじめ諸仏が広く長い舌を梵天まで伸ばしたってこういう図があるんですけどね。まあ、いわゆる、これ真実っていうことを証明するために、当時の人はこの、ベロを出すっていう、そういう風潮があったってことなんですね。で、それが、まさしく法華経は真実であるからつって、この大梵天王のその諸前天まで、このビューって、まあ、諸仏が舌を伸ばしたという図があるわけです。で、これは、まあ、これは一つの表彰として表しているのは、欲界を全てを超えるほど舌が長いということであり、決して嘘をつかないことを象徴していると。
まあ、欲界にいるうちは怪しいですよね。人に騙したり、いろいろ欲望で動いてますから。まあ、そういうことです。これが、大梵天皇の説明。そして、それから帝釈、すなわち帝釈天皇というのは、欲界の33天の神様で、その梵天帝釈等が仏様の教えを聞き、その徳によって弟子となり、昔から仏様の旬をしておるのであり、その意味をここに示されておるのであります。まあ、帝釈天皇っていうのは、まあ、ここにちょっとね、ざっくりリンクを貼ってましたので、ちょっと読んでみますね。釈迦大観音とも、まあ、言うんです。ご本尊様も、大聖人様の、この、ご一生のお曼荼羅のご僧名の中で、帝釈天皇をね、釈大観音って書かれてる時代もあらせられるんですよね。まあ、どのみちこれが、要は、帝釈天。で、やっぱり同じように、元インドの古聖天、リグベーダに現れるインドラ神であったと。まあ、雷神であったと。で、仏教にこう取り入れられてきて、梵天と並び称される仏教の守護神となった。まあ、そういう位置づけにされたと。十二点の一つで、また八方点の一つとして、東方を守る。これもなんかちょっと象徴的ですね。東方を守る。インドから東方つったら、この日本が、日本の方言えますからね。そして、天上界の王であると。天衆を率いて、阿修羅を征服し、常に死神、まあ、家来ですね、を使わして、天下の様子を知らしめ、万民の善行を喜び、悪行を懲らしめ、大きな威徳を有する王で、須弥山の頂上の通り殿の中央にある紀賢城に住むと。まあそういうふうに言われておると。そんなところでいいかな。で、また元に戻りまして、帝釈、ここいいですね。で、次ですよ。詩集。で、次がこの詩集っていうのは、ビクビクに、ウバソクウバイと。から、出家した僧侶。それから、出家した尼さん。それと、在家男性信徒と、在家女性信徒。まあ、この詩集って言い方もすごくいろいろ経典とか御書にも出てきますから、もう詩集って言ったら、ビクビクに、ウバソクウバイと。覚えておかないと、御書、いち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 こう御書につまずいちゃいますからね。そして、八部とのは、まあ、これもよく出てくるけど、まあ、こういう天、竜、夜叉、剣奪馬、阿修羅、カルラ、金奈ら、マゴラガっていう、まあこれね、よく言われるけど、まあどんな姿でどうなったらちょっとわかんないけど、まあいろいろこの、あれですよ、この仏教の守護神たちですよ。その、この世のものじゃないんだよね。我々の主情、我々人界がに見れる対象の生物じゃないので、で、まあそういうのが八部衆ってやつですね。よく、まあ他門でも言います。で、それぞれの方面において仏教を守護する大力の守護神ということになっておりますが、それをこの従えているっていうんですね。後ろに従えていると。で、まあこれもリンク貼ったけど、どうですかね、これね。長いようだったら。まあ、そんなにここは詳しく調べなくてもいいですよね。はい。まあ、いいや。で、さらに金剛、すなわち、金剛守菩薩という金剛書を持って仏教を守るという守護の神が前に導いておると。これがその、お釈迦様がこう引き連れてるってことですよ。その、これらをね、ずっとこういう形で引き連れて、前にはその金剛が、手に、待ってよ、これ。あ、ここだね。金剛書って、思って仏教を守るという守護の神が前に導いておる。そして、八幡法蔵を演説せられて、一切諸情を特雑せられたのであると。お釈迦様の徳を、まあ、おっしゃってるわけですね。手に金剛書または金剛杖などを持つ菩薩の総称。まあ、この金剛守菩薩っていうものを言ってるわけですね。まあ、よく真言宗なんかでは特にやっぱ重要視されて、使われてますよね、この金剛さんね。で、金剛書ってのは何かあったら、
下にありますね。まあ、こういう、まあ、このテキスト見てる人は見てください。こういう3つとか5つとかっていう、こう、炎みたいなのが、こう、両側に出てて、で、まあ、よく真言で、こう、持って歩くやつですよ。まあ、それも、まあ、これは、二禅言経をもとに、釈尊のことを説明しているので、こういうものも含まれてます。まあ、金剛書っていうのがありますね。そして、御所に戻りますね。格納の時、ブッダ、何をもって、我ら凡夫の古心に従せしめんや。ここが肝なわけですよ。今までずっと、そ、書くことほどさようにものすごい力を持ってらして、ものすごい威徳を持ってる、その仏という命が、どうして我々こんな情けない凡夫のこの境涯の中にいらっしゃるのか、どうしてもやっぱりそこのとこが信じがたいっていうわけなんですね。で、そのように立派なブッダが何をもって我らが凡夫の古心に従しておられるので、おられるであろうか。そういうことは到底信じられないことであるという問いの次第であります。と